まずこうやってね、メルカリを検索して、最近メルカリってブラウザで使えるようになったんですよ。出品もできるんですよ、実はもう。そうなんですよ。だから、パソコンでリサーチできるんですけど、このキーワードですね。例えば、今の、これ、この売れてる、これなんていうんですかね、パーカーか。例えば、パーカーって入れて、ここに検索、詳細検索が出るんですね。ここの、レディース、これは、なんだ。水着になるのかな？なんですかね。こんな感じかな。これ？何で出してます？逆に。普通のパーカーで出してまパーす。カーで出してる。じゃあ、トップス。パーカーか。で、これが例えば、3980か。まあ、1000円から5000円。で、新品ですよね。で、送料込みの売り切れ。で、検索すると、もうすでに売れてるやつが全部出てくるんですよ。これとかもすでにこれも3つも売れてますよね。そうです。これはまあめっちゃ売れる商品ってことですよね。で、これずっと見てると大体ね、どういうのが売れるのか。あ、これとかなんかありましたよ。ほら、これ売れんじゃねみたいな。っていう感じでリサーチしていくんですけど、これすごいですね。そうですあ、ね。これもなんかさっきからいっぱいあります。これもね、C っぽいっすね。そうですね。これもいっぱいありますね、さっきから。あ、ありますね、さっきも。あ、やっぱこれとか、あすりまごすい。ね。すごいな。これもあるな、これも。これもこれ。もう神経衰弱みたいな感じですけど。これもね、ありますね。これもよくありますね、若干。これもある。まあ、要はですね、ここも売れてるわけじゃないですか。まあ、同じような値段で出せれば売れるってことです。で、例えばこれ、名前をつけて、画像保存。で、検索で、この Google の画像検索っていうのがあるんですね。これを、この水着、で、パーカーか。パーカー、選択して、出すと。そうすると、いろいろね、出てくるんですよね。ここで、まあ、一番いいパターンが、ここに出てくる中の一個で、まあ、ネッシーが出てくれれば、そうです。一番よくて、で、ネッシーで普通になんか数百円とかで売ってたら一番いいっていう、一番まあ早い。これじゃあちょっと見てみましょうかね。楽天。
前になって、まあ、収穫できたら、うん、その工場に行ってまして、まあ、より栽培できます。600円まあ全然、ああ、通常こっちも1週間以内に発送。パープルが在庫切れ、他はありますね、まだ。で、送料無料でしょ？で、メルカリでは1800円で売れてるから、全然利益取れますね。そうです。1200円。当たり。まあこんな感じで、じゃあこれ出しちゃおうみたいな感じで、もういきなり1軍に入れたり、あの自動ツールの方に入れたりとかするという感じですね。これは今パーカーでやりましたけど、パーカーでなくても、水着も同じですね。ってやると、まあ、こういうふうになってて、同じようにこうやってね、神経衰弱をやっていくわけですよ。この辺もね、めっちゃ、あ、これ僕この前生徒さんにこの花柄みたいなやつ絶対売れるよって言ったやつですね。うん、あ、これもあれ、あ、ね、今ね 1位になってるやつですね。ありました。そうそうそう、当たりやすいですけど、この人が出してる。これもさっきからありますね。これがすごいですね。そうですね。3点セット。これもでもありそうですよね。このパターン。アマゾンか。1900円。アマゾンは1900円。あ、1900円、あ、ダメか。1900円はちょっと。楽天。これか。あ、楽天は全然ダメですね。楽天は全然高い。どこから仕入れてるんですか。うん、あ、メッシュやった。あ、高い。2400円だ。全然高いわ。そうですね。うん、多分中国からね、直で輸入してるのか。で、こういうのの、まあ、これ突き詰めていくと中国とかになってくるんですけど、
結局これね、突き詰めていくと中国輸入になっちゃうんですけど、日本の Google じゃないこれ。日本語多いな。Google 香港で検索したつもりなんです。ちょっとあれなんですけど、これでまあちょっとこれまたね、これの検索方法とかの動画はちょっと後でちゃんと撮って皆さんにお配りしますけども、これ結局突き詰めていくと海外の仕入れサイトにタオバオとかアリババとか聞いたことありますか？はい、こういうところなんですけど、こういうところで検索をかけられるんですよ。はい、でこういうところで検索をかけると、例えばさっきの水着とかがもう輸入される前の 超原価みたいなので売ってる時があるんですね、はい、もう数百円なんですよ、ぶっちゃけ。でそういうのを、まあ、輸入して販売するっていう、まあ、輸入転売になってくるんですけど、はい、これをやると利益がかなり、そうです、うん、普通に数十万円何百万円っていうふうに稼いでる人はこういうふうにやってるんですね、うん、まあ、突き詰めていくとこうなるっていう。例えばさっきちょっとありましたけど、まあ、こういうのとかね。だいたい今って1元20円とかなんで、はい、まあ、これはちょっとしますけど、あ、これはほら98ドルですね。あ、これはでも98ドルは若干高めだな。69ドル。70ドル。でもこれって円のマークですよね。あ、円マークだ。円マークになってますね。はい、ドルじゃないか。98円だ。そうです。98円。恐ろしくないですか。恐ろしいですね。で動画でもちゃんと撮りますけど、まあ結局これを、まあ、タオバオとかアリババとかが仕入れるんであれば、代行業者は頼まなきゃいけないんで、はい、代行業者の手数料と国際郵便の手数料と関税がかかってくるんですよ、はい、でもそれ合わせても、まあ、600円前後なんで、まあ、これ例えば何個かね、例えば 2,3 個
やったとしたら、まあ、1個につきプラス200円ぐらいなので、うん、これは、原価300円みたいな、はい、で送料お客さんに送るとしたら、まあでもこれね安いやつなんで多分100円から300円ぐらいの提携外で送れるんで、そうなってくるともう原価は600円とかですよね。1980円で売ったとしても、売上1300円ぐらい、はい、まあそういう感じの突き詰め方になってきますね、はい、例えばこれが今この水着だったらね、だったとしたら、はい、原価が今ので送料を合わせて1300円ぐらいだとしたら、まあ、要はね1000円そうです、利益完全に取れるから、でしかももうあの売れてる確定ですからね、はい、うん、仕入れられるじゃないですか、はい、そんな怖くないですよね、こんだけ売れてたら。それは間違いなく嬉しそう、うん、そう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 、うん、でね今山田さんもあの無在庫で1日1品以上ね売れてるから、はい、この状況を見ればね、ああこれは間違いないみたいなすぐ分かると思うんで、あ、そうですね、そう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 、まあ普通の人だったらね多分これ言っても怖いと思いますけど、仕入れんの、うん、ある程度無在庫の方で感覚つかんでる人はこれ見ただけで結構これはいけるってなると思うんで、はい、まあこういう感じで突き詰めていくことも視野に入れながら、うん、とりあえずはこの今まではとりあえずランダムに出しまくってやってたぐらいだったんですけど、はい、まあ、次からはリサーチして見て出してみるみたいな、うん、でネッシー楽天ヤフーとかでね安いのがあったらそこでやっちゃうとかねっていうのをまずちょっと練習でやってみて、はい、でそれできるようになったら、まあ、輸入も考えてもいいのかなっていうふうには思ってますね、まあ、とりあえず一旦あのちょっと発展系の無在庫からの発展系はこの辺で一旦終わりたいと思います。